皆さんこんにちは森崎アリスです <laughs> 暑いよ暑いよ実家暑いよ埼玉ということでごめんなさい叫んじゃってあの実家でしかねこんな声を出せないんですよなかなかねあの田舎なもんでねあんまり周りに家がないっていうまあ立地条件はいあのということで今から都内に戻りたいと思いますはいあの 何もしておりません別に普通に喧嘩も何もしてないし普通に仲のいいままなんですけれどもただ単に荷物を取りに実家に戻ってきたよっていうだけだったんですけれども今日の格好は結局ね荷物が増えるということで昨日と一緒ですここはね。で下ははススカカーートト今日はボディラインのでですでこのまた荷物になるということでこの下にねいやーんこの昨日の。 は履いております。こういうパンチじゃないからね。ちなみに、はい、ミセパンですね。ミセパン。はい。で、靴がですね、えー、っと、こんな感じ。これなんで家で履いてるかっつと、今下ろしたからです。ということで、マジで暑いんだけど。ああ、あと5分で、もう家出るんで、冷房も切っちゃって、窓も閉めきっちゃったんです、すっごいサウナ状態になってるんだけれども、あのー、このね、靴はえー、っとウィゴーかな。 ね、WeGo なの ?WeGo なのなんかさ、私すごい発音おかしいって言われるのなんか、マルキューって言ったらマルキューって言われたりとかさ、なんかよくわかんないんだけど、もうなんか、とりあえず、えっと、WEGO で買いました。この靴は。で、痩せてから、まあ痩せてからっていうか戻って、まあもともと、えっと、私、えっと、86キロマックスだったんですね。昔。で、86から、えっと、60から65まで痩せて、 なんだか行ったり来たりしてたんだけど痩せてその時にね86からその60キロ台になった時に足がちっちゃくなったのっていうのは幅が要はこうなってたのがこれ豚だこうなってたのがこうなったのだから24.5から24になったんですよで最近の発見また多分痩せたんだなっていうのがあって靴が4.5だったんだけど4になったのまた だから、おー、足が痩せたってなって、足ね、足がこう、幅が痩せたんですよ。幅だけが4.5なの。ここは4なんだけど、ここが4.5だったのがクッてなったらしくて、ちゃんとね、ウィゴノが変えたっていう、あのー、まあ、あレジェンドを残したっていう自分の中でのレジェンドなんですけど、まあ、あ足首がちょっとね、今ね、この間までむくんでて、とね、この間エステ体験行った時に3センチ減ったの、足首が。クソ、むくんでたの。 だから、あのー、今は、お腹と足のケアをめっちゃ頑張ってますね。ダイエットっていうよりかは、足をもうひたすら揉んで、お腹もみしだくって、くーっていうのを、毎日、えっと、お風呂出た後にやってます。はい。森崎の最近のダイエットをもっとね、ちゃんと詳しく座って、三脚立ててやりたいんですけど、えっと、待ってる時間がちょっと、5、6分あったので、取りました。ということで、これは、えっと、30日に。 出しますねはいということで今日はモリアリの実家からお届けいたしましたではモリアリの実家からお送りしましたバイバイツイッパーインスタンのバイルの売のアイディアは横に書いてありますぜひチェックしてみてくださいというとで次の動画をお楽しみにチャオチャンネル登録してねチャンネル登録してねあ炭酸振っちゃった